はい、どうもこんばんは、オスパイです。本日は読売ジャイアンツの選手成績を見てみたいと思います。読売ジャイアンツのですね、選手のデータ、打者の方ですね、これを集めてみました。1946年から2020年までのデータですね、去年までですね。データはですね、大体こんな感じのデータですね。年度、まあ選手、何試合やってんどのぐらい、まあ打ったみたいな、そんな感じの、打者のデータを集めてきました。はい、この間のですね、選手の数が743名ですね。選手登録されて、1軍のまあ試合に出た方々が743人いたということになっているようですね。はい、最初は分布から見ていきたいと思います。本塁打の分布を見ていきたいと思いますが、743人いて、まあ、ほとんどの方がですね、20本以下ぐらいなんですかね。かなり低い、本数で終わっちゃってるということですね。ということでちょっと低すぎるので、本塁では100本以上打った人だけに絞ってみると、100本以上打ってる人でも割と少なくて、まあ、30人ぐらいしかいないということなんですかね。700人いて30人ぐらい、しか100本打てないという世界なんだろうと思います。はい、本塁打と、まあ、三振の関係性ですね。本塁打を打つためには、まあ、思いっきり振らなきゃいけないと思うので、本塁打を打とうとすると三振も増えるだろうと思ってみました。はい、まあ結構綺麗なですね、相関関係があるんじゃないかなと思っております。ただ、1人だけですね、ホームラン数が外れてる方がいますね。こういう人がいるとですね、ややそっちの方向に引っ張られそうな感じが見受けられるんじゃないかなと思うので、この外れた方をですねちょっと覗いて関係性を見てみたいと思います。はい、この縦軸が三振で、横軸が本塁打なので、この右下のブロックですね、三振が、低くて本塁打が高い人っていうゾーンですね。この人たちはきっと、うまくボールを当てていって、それなりに優秀な選手なんだろうということになるんじゃないかなと思います。逆にですね、本塁打数よりも、三振の方がやや多くなっちゃっている人たち、こちらやや残念な感じがしますね。特にここに、本塁打がですね、少ないところに、三振が多いっていう人たちが結構いっぱい固まっているかなと思います。はい、お次はですね、トップ10とかトップ5を見ていきたいと思います。打数ですね、何回打席に立ったかっていう打数のトップを見ていきたいと思いますが、打数のトップ5はこういった面々でした。王さん、長嶋さん、柴田さん、阿部さん、坂本さんという順番になっていて、王さんすごいですね。打数で9250回と、1万回弱、打席に立ったということなんだろうと思います。この数字は驚異的ですね。はい、続いて、本塁打のトップですね。日本球界の、最高本塁打数はおそらく王さんだと記憶していたんですが、9250回打席に立って、868本本塁打を打っていると。まあ、10本から11本に1回ぐらい本塁打だったというような成績なんでしょうね。次いで巨人軍の中では、長嶋茂雄さんが本塁打が多かったんですね。444本、次いで阿部慎之助さん406本、原辰徳さん元監督ですかね、382本で、松井秀喜さん332ですね。途中で大リーグに行ってしまったのにもかかわらず、この位置につけていると
ということは、いかに本塁打をたくさん打つのが大変かということなんだと思います。はい、二塁打数見てみましょうね。二塁打を一番多く打った人、それでも王さんが一番よく打っていたということなんでしょうね。王さんが422本、で長嶋さんが418本なので、二塁打に関しては王さんも長嶋さんもあまり変わらないということなんでしょうね。はい、続いて坂本さん、阿部さん、川上、これ哲治さんですかね。はい、このような面々が続いていました。続いて三塁打ですね。三塁打を見ていっても、長嶋さんすごいですね。二塁打もすごかったし、三塁打もよく打ってると。逆に、王さんはここのトップ5に入らないですね。おそらく三塁打じゃなくて、ホームランだったということなんでしょうね。三塁打のトップは長嶋さん、川上さん、柴田さん、読み方が分かんないですね、与那なんたらさん、広岡さんという形になってました。単打から本塁打までの、安打数ですね。安打で見ると、やはり王さんすごいですね。王さんが2786、長嶋さんが2471、阿部さん2132、柴田さん2018、坂本さんが2003という感じですね。自分はですね、1900年代の終わりから2000年の頭ぐらいは毎日テレビで、巨人戦を見ていたので、阿部さんはギリ覚えてますね。ただ坂本さんって僕知らないんですね。で、王さんと長嶋さんは、長嶋さんが監督の時に僕は見ていたので、王さんは実はあんまりよく分かっていなかったですね。長嶋さんも現役世代を見たことはないです。はい、続いて打率のトップに行ってみましょう。打率で見てみると、生涯打率で計算しました。打数割る、逆ですね、安打数割る打数で計算すると、張本さんですかね、名前は分かんないですけど、0.32、3割2分ですね。そして、2位はですね、あのクロマティですね。クロマティさんの現役時代は自分見ていましたが、トップ5に入る成績だったんですね。打率でいくと3割2分1厘と、はい。続いて川上さん3割1分、与那なんたらさんまた出てきましたね、3割1分6厘。次がラミレスですね。ラミレスってあのラミレスですかね。3割、生涯打率、打ってるということみたいですね。はい、巨人軍の打率でいくと、3割を超える、人がトップ5ですが、長嶋さんとか王さんはここには入ってこないということになりました。続いて OPS ですね。OPS というのが、オンベースプラススラッギングの略だそうで、野球においては打者を評価する指標の一つで、出塁率と長打率、これを足し合わせたものですね。要は、いっぱい塁に出る人、みたいなイメージだと思いますが、それでいくとですね、これは毎年の平均なんで、正式な OPS とはちょっと違うかもしれませんが、王さんが 1.0 を超えていると。そして、あの、ペタジーニですね、年上好きのペタジーニも 1.0 を超えているということで、ついで3位が松井秀喜さんですね。ここら辺が、めちゃめちゃ塁に出るということですね。1.0 を超えるとものすごく優秀だという話を聞いたことありますが、それでいくと、生涯良さそうだったのは王さんなんでしょうかね。はい、ここら辺の面々が、OPS のトップ5でした。それではですね、ここからは各選手の、生涯成績の方を見ていきたいと思いますが、王貞治さんが、1959年から1980年までですね、22年間ぐらいですかね、ありますね。
はい、こんな感じでありまして、最初の試合数は94試合でしたが、その後はまあ130試合とか、出場している感じですかね。そして、1964年ですかね、最多本塁打55本を、打っているということで、その時の打率は3割2分だったということですね。思いっきり振っても、三振にならずに、まあ、本塁打にしていたということだと思います。その時の OPS が 1.176 ということで恐ろしいですね。はい、で、OPS で見てみると、まあ、1.2 とかもありますね。めちゃめちゃ好成績でしょうね。打率で見てもやはり3割を超えている年がほとんどですね。で、3割5分5厘っていう年があったみたいですね。これは驚異的ですね。はい、OPS もかなり高い 1.3 近い時もあったという感じになっていらっしゃったということですね。はい、続きましては、長嶋茂雄さんですね。あの長嶋監督の現役時代、自分の生まれよりも、長嶋茂雄さんの現役時代は前だったので、長嶋さんの現役時代を見ることがかなわなかったんですが、まあ、打率は、まあ、平均的に、3割近い感じですかね。で、OPS も一応超える時があったということですね。3塁打がやや多かったような印象を受けました。まあ、2塁打ですね。はい、これが長嶋さんの、生涯成績だという感じですよね。はい、お次が松井秀喜選手ですね。自分が多分ジャイアンツの中で最も、見ていた選手ですね。松井さんは1993年から2002年まで10年ぐらいですかね。ジャイアンツ在籍をしていたのは10年ぐらいですかね。星稜高校を卒業してから次の年はジャイアンツだったと記憶していますが、初年度はまあ11本、打率も2割ぐらいということでしたが、一番最後の年なんですかね、本塁打50本と、いうことで OPS も 1.15 と、おそらくこの年が最後で最高の年だったんでしょうね。三冠王を取ったんだか取らないんだかちょっと忘れちゃいましたが、2002年の成績っていうのが最も驚異的な、数字を叩き出しているように思います。はい、次は、高橋由伸さんですね。僕が見ていた時はちょうど松井さん4番の高橋さんが5番とかそういう打順だったですね。高橋さんは1998年から、2015年まで、現役だったみたいですね。それでいくと、まあ、OPS は今までの選手に比べるとやや低いですが、まあ、本塁打もそこそこ打ち、打率もそこそこ良かったっていう感じかなと思います。今監督なんですかね。監督業も、引き続き、まあ、今後やられていく感じなんでしょうね。はい、お次は阿部慎之助選手ですね。自分がよく見ていた頃の正捕手は村田さんだったと記憶していますが、その後引き継いで阿部さんに変わっていたような気がしました。ちょうど2001年ぐらいからなんですかね。それでいくと2019年まであるということはもう引退されたんですかね。最近、全くこの10年以上試合を見ていないのでわからないですが、比較的、本塁打を打つ選手と、捕手だけど本塁打を打つ選手だなって記憶してたんですが、44本打ってる年がありますね。その時の OPS も 0.976 とかなり高い感じですね。OPS が一応超える時もあるということで非常に頼もしい捕手という印象がありました。はい、でお次が、トップ5に出てきた、坂本優斗さんというんですかね。僕知らないんですけど、2007年から入社というか、巨人軍に入られたということで僕多分2007年以降全く見てないんでしょうね。坂本さんという選手を
存じ上げないんですが、本塁打40本打っていて、打率3割を超えて OPS0.97 ということでめちゃめちゃ、好成績ですね、恐ろしいほどの好成績を叩き出している、まあ、すごく優秀な選手なんだろうなと思います。はい、最後にオチですが、長嶋一茂さんの、成績を見てみたいと思います。長嶋一茂さんの方は、最初ヤクルトでその後巨人に入ったと記憶しておりますが、巨人に在籍したのが93年から96年までの3年間なんですかね。で、打率に関しては 0.2、0.17、0.14 ということで、年を追うごとにどんどん下がっていき、本塁打も1本1本3本ということで、まあ、試合もあんま出ていなくて、最後の年23試合本塁打3本打率 0.14 ですから、まあ比較的、もう引退ですっていう感じだったんでしょうかね。現在はバラエティで活躍されている長嶋一茂さんですが、最後の年の成績はまるで雑魚ですねということで、オチでございました。本日はですね、読売ジャイアンツの選手の成績データを見てみました。他のですね、チームもまとることはできるので、まとめるの大変ですけど、ご要望があればやっていきたいと思います。本日はここまでです。それでは。